はいどうもフグです。今回はスタートダッシュスパイガジェット。スタートダッシュは開始30秒間機動力が大幅にアップ、そしてキルアシストキルで効果が15秒延長されます。つまりキルを取り続ければスタートダッシュは無限に発動するっていうことなので、今回はそれを狙ってもうどんどん対面に挑んでトラップでアシストをつけていって時間を延長していきましょう。でとりあえず初動のキルとアシストで4分まで効果延長されたので、次はそれまでにキルを取りたい、まあ、こんな感じで試合終了まで効果を切らさないように狙っていきましょう。さあキル狙ってサメライド OK。 この2キルでかいぞ結構。でさらにキル取りたいけどここはやられていく。まあでもいい感じ、初動計4キルで3分30秒まで延長されましたね。2キルで30秒、4キルで1分延長、フルタイムは18キル必要ということで、まあ、結構ね頑張らないといけないんですけど、まあ、このトラップでねセンサーで結構アシストを取れるんで、この1アシストで15秒取って、さらにこの機動力でデュエラに追いついて対面勝っていく。スタートダッシュはイカ速ヒト速安全靴がメインギアパワー3つ分ついてるので、もう相当動きやすい。でアクション強化3つ分もついてるんですけど、スパイガジェットにはあんまり効果ありませんね。イカロールかイカ登りをするときにたまに使うくらい。でこれサメでナイス玉割って倒していく。でナイス玉避けてもう一人倒していく。でここを生存しながらキル取れるの、もうスタートダッシュの移動速度のおかげですね。で一旦この左高取って、でトラップ踏ませてる。やばい、なんかシールドに挟まれそう。危ない危ない。さあ一旦こっちからまた行きましょう。で今回はねイカ忍者つけてるので結構敵に距離を詰めやすい。でグレートバリア壊して、でここも距離詰めてトラップ設置して引き寄せてみたいな、距離詰めてトラップ置いて引いて倒すみたいな、まあ、そういう対面の仕方が倒しやすいですね。こんな感じに OK 倒していく。でここもイカ忍で距離詰めて、この敵のインク踏んでもほとんど影響ない。安全靴が強すぎる。でハイドラも倒していく。やられちゃったけど結構キル取ったので効果時間余裕あると思います。まあ、今自分が何キル取ったか覚えてないので多分画面には今出してると思うんですけど、まあ、多分余裕あると思うから、この余裕あるうちに裏取り このローラー見てってでカバーしてあげたいけど、ちょっとそれは間に合わないな。なんかいる。トラップ踏ませて倒していく。え、ローラーもこれ倒したいな。オッケー、ローラー倒したけど、傘割られて、やられていく。まあ、でも2キル取れたので、プラス30秒。いや、これ、マジで楽しい。スタートダッシュスパイガジェット、これ結構面白いかもしれない。ちょっとハマっちゃいましたね。これ、今後の、まあ、動画でも配信でもまた使っていきたいですね。さあ、1キル取って、このイカ忍で距離詰めて、で、安全靴で敵のインクももう関係なく倒していく。でただ自陣が危ないので、これ裏取りで後ろからサメライド行きましょう。サメライドで相手を下ろして、いや降りてないな、一人いる。危ない。一旦トラップだけ踏ませてナイスアシスト。でゴーニーもしっかりと倒していく。でラスト中央ハイドラ、いやこれ逃がしたくないな。ちょっとここは距離詰めていきましょうか。こっちからいったら倒したけど、もう一人ゴーニーガロンいるからしっかりと3発当てて倒していく。でローラーにセンサーついてナイス。OKOK。これで3キル取って、しかも何キルか分かんないけど、まあ、多分18キルはいってるかいってないかくらいだと思うから、まあ、多分時間だいぶ余裕あるんでね。これフルタイム多分発動いけますね。距離詰めてトラップ置いて引いて、サメライドちょっと貯めたいな。ただメインで塗ると位置バレるので、まあ、トラップで塗ってからメインですぐ貯めて撃つ。いいバリア、ありがとう。ちょうどいいタイミングでバリア使ってくれましたね。危ない、ちょっとこれハイドラもらいそうなので、こっちから行ってジェッパのカバーしに行きたい。ナイス。ローラーとゴーニーで、おトラップついた。あれローラーですね。ローラー倒していく。いやトラップが本当に有能すぎる。でこっちから行って OK、 サメライド溜まったのでまたこの金網から網へ乗り移って、でトラップ設置して一旦潜伏。でロボムやり過ごして倒したい。 OK 倒して、でもここ移動速度を生かしてゴリ押し。ハイドラに距離詰めて、あナイスノックアウト。はいナイス。いやこの試合もうフルタイムスタートダッシュ発動して
もう狙い通り行けたので良かったと思います。まあ、もし興味が湧いた人はスタートダッシュスパイガジェットを使ってみてください。そんな感じで今回は終わります。さあ最後にキルネは28キル4ですということで、これはすごい。ではそんな感じで最後に高評価、チャンネル登録、コメントしていただけるととても嬉しいのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。